酒のつまみになる話は、お酒の席が盛り上がれば何を喋っても OK というルールのもと、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。MC の千鳥とゲストは円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯をしてから、番組特製の酒瓶ルーレットでトークの順番を決定する。今回は中島のほか、女優の伊藤あゆみ、プロ雀士の岡田さやか。 ブラックマヨネーズの小杉隆一。原市の沢部優がゲスト出演する。番組初登場の伊藤は映画、スワローテールで英語、中国語を習得してスキルアップしたそうで、仕事上で得たスキルはありますかとメンバーに問いかける。それを受けて中島は舞台で習得したジャグリングのデビルスティックをスタジオで披露する。 その他中島は沢部からの自分の子供たちとにらめっこで遊ぶ際に使える一撃で笑わせる顔を教えてほしいというリクエストに対して渾身の変顔を送り出したり、周囲に人たらしの人いるといった話題を提案したりと、女優やプロジャンシ、芸人たちとのトークに積極的に参加。中島の活躍する姿を見たいファンは放送をお見逃しなく、